狼男1722年のドイツの規範がより、狼男は、獣人の一種で、狼、または、半狼犯人の姿に変身したり、狼に、憑依されるなどした人間の男性である。同様の女性は狼女で、男女を特定せず狼人間、人狼ともいう。狼人間となった、リュカオウメアウルフ、ワーウルフ、バラボルフ、ライカンスロープ、リカントロープ、 ルーガルー、ウルフマンなどとも呼ばれる。これらは語源的には男性を意味する語だが、男女を問わず使うことが多い。その起源は東ヨーロッパとされる。北欧神話にもウールブヘジンと呼ばれる狼に由来した戦士がおり、ベルセルクと同種と言われ、狼男の伝説にも影響を与えている。ウェアウルフのウェアは人間の男性を意味する声語ウェアに由来し、ラテン語。 ビアと同源の語である。ドイツ語ベイア・ボルフも同様とする説もある。現代ではワーが、獣人の意味で使われることがあるが、それはベア・ウルフからワーを取り出した逆性に基づく。ウルフは、狼なので、ベア・ウルフは直訳すれば、男狼である。なお、ワーに対応する女性を意味する語はワイフだが、ワイフ・ウルフという語はなく、ベア・ウルフが男女の区別なく用いられる。 ライカンスロープはギリシア語のリュカントロポスで、これは狼を意味するリュコスと人間を意味するアントローポスから来ている。つまり直訳すれば狼人である。ルーガルーにはルップ、ガロー、ルガー、ルガル、ローガローなど多くの綴りがあるが、フランス語ルップガローが本来の綴りである。ルーは狼、ガルーは古くはガールフで、これは コフランク語のウォーウルフに由来し、これ自体がウェアーウルフと同期限の言葉である。つまり、本来はガルーだけで狼男を意味する。これら狼と人の結合が意味した単語は、もともとは人食いを好む狼を指す言葉であった。それが伝承の影響によって、狼に変身する人間の意味に変化したと考えられている。紀元前460年頃のローマ帝国の壺。 ヘロドトスの歴史にあるネウロイ人についての一年に一度狼になるという記述や医学的な記述としてはローマ帝国末期に人が獣化する現象が初めて昇降群として紹介されキリシア神話のゼウスがリュカオーンオーンを狼に変身させる話についても言及された。なお、プリニウスは博物誌の中で狼男の記述をしているものの彼自身は 狼に変身し、その後元の姿に戻る人間があるということほど、出たらめなものはないと断言している。また、旧約聖書、ダニエル書には、ネブカドネザル王が自らを狼であると想像して7年間に及んで苦しむ話がある。ベンデル時代の狼の毛皮を着た戦士の描写宗教学的には、古代東ヨーロッパ地方のバルトスラブ系民族における、 若者の戦士集団が狼に儀礼的に変身するという風習が時代が下るにつれて民間伝承化されたものであると考えられている。バルト地方における獣人化伝承に取材した初期の小説としてプロスペルメリメによる狼男ならぬ熊男がある。熊もギリシア神話における女神アルテミス及びその次女カリストーと熊への変身が結びつけられるなど 変身胆と結びつきの強い動物である。また、エスキモウには、クマの毛皮には、魔力があり、クマは、家の中で毛皮を脱ぐと人間と同じ姿となる。反対に人間が、家の外でクマの毛皮を身につけると、たちまちのうちにクマに変身してしまう、という伝承を伝える部族がある。末期のナチスドイツで組織されたゲリラ隊、人狼団の旗さらに、民衆の間では、 狼男は、森や畑を荒らしたり、そこに立ち入る人間を襲撃する、悪しき存在として捉えられる例がある一方で、フリウリやリボニアでは収穫の実りを狙う悪魔や魔術師と戦って、法上を取り戻す狼男、狼女の伝説と呼ばれたが伝わっている。これは、古来の濃厚儀礼の伝承という側面と同時に、魔女狩りの担い手である。 エリート層に対する民衆の文化的抵抗と見ることも可能である。東、アジアや南北アメリカにおいては獣人化現象は自身の神聖な血筋と関連付けられることが多く、ヨーロッパのような恐怖や近畿の対象ではない。モンゴル人のオオカミソ伝説、トルコ人のオオカミソ伝説、ナイニンのイヌソ伝説など、 いずれも、狼の血筋を持つことは彼らの民族的な誇りの源となっている。アラスカからカナダ、合衆国にかけ、インディアン民族には、狼の種族を持つ部族も多く、トンカワ族をはじめ、部族名そのものが、狼を意味するものもある。日本では、狼祖伝説そのものは、極めて貴重であるが、狼の日本語による名称そのものが、大庭を意味し、 モンゴルにおけるそれと同様に神聖と知性の象徴として意見され、三方神社など少なくない神社において祭神とされている。ヨーロッパでは世俗の間で古くから変身誕が信じられていたが、中世の初期までのキリスト教では、神が関与しなくても変身が起こることを信じる者は不信心のとである、として、公会議などで変身という概念そのものを公式に否定している。 しかし、中世後期に異端が問題になるにつれ、異端者と人道が関連づけられて考えられるようになった。神学者たちは、獣人化現象を悪魔の仕業であるとして強く恐れた。特に狼は、中世の神学においては、その容姿から悪魔の化身であると解釈された。13世紀のフランスにて、動物史の著作を書いたピエールド・ボーベルは、 狼の前半身ががっしりとしているのにご半身がひ弱そうなのは天国で天使であった悪魔が追放されて足き存在となった象徴でありさらに狼は首を曲げることができないために全身を回さないと後ろを見ることができないがこれは悪魔がいかなる善行に対しても振り返ることができないことを意味していると解説している狼人間 ルーカス・クラナッハの規範が中世のキリスト教圏では、その権威に逆らったとして、狼人間の立場に追い込まれた人々がいた。その傾向は、魔女審判が盛んになった14世紀から17世紀にかけて、白車がかかった。こういった者たちも、狼人間の原型と考えられる。墓嵐や大逆剤、魔術使用は教会によって、重罪とされ、 その容疑などで有罪とされた者は、社会及び共同体から排除され、追放刑を受けた。この際、受刑者は、狼と呼ばれた。当時のカトリック教会から三回目の勧告に、従わない者は、狼と認定され、罰として七年から九年間、月明かりの夜に、狼のような耳をつけて、毛皮をまとい、狼のように叫びつつ、野原でさまよわなければならないおきてがあった。 人間社会から森の中に追いやられた彼らは、たびたび人里に現れ略奪などを働いた。時代が下るとこれが風習化して、夜になると狼の毛皮をまとい、家々を訪れては小銭をせびって回るような輩が現れた。1520年代から1630年代にかけてフランスだけで3万件の狼男関係とされた事件が報告され、ドイツやイギリスでも、 同様の事件の発生が記録されている。また、魔女には狼に変身できる能力があると信じられるようになった。その後より合理的な解釈を求めて、生理現象や精神的な問題と結びつけられることも行われるようになった。17世紀末のジャンニノは狼への変身を狼教として捉え、知能障害や頭脳損傷などに由来する。 精神的な理由で月に向かって絶叫したり、四つ、足で歩くなどの精神錯乱を起こしたと考えた。18世紀のが実際の伝承では、映画などで知られた狼と人間の中間的な形態を持つ、人型の狼男というものは少なく、人語を話す狼、もしくは人間と同じ大きさの狼という形で語られているのが普通である。また、 月や丸いものを見ると変身するという伝承も一般的なものではなく、その部分は映画や小説における創作に属する。しかし、グアラニー族に伝わる神話に登場するルイソンに同様の伝承があるため、言い切れるものではない。また、民間伝承では満月とは限らず、新月とかクリスマスから、ろうそくの祝日にかけての期間とか満月以外の日に、 変身するとされるものもある。13世紀のイングランドの神学者、ティルベリのゲルー・アシウスの著書、皇帝の勘下第120章には、月の満ち欠けに応じて、狼に変身する人間の存在を記し、代表例として、南フランスのリュック城近くに、新月の旅ごとに狼に変身する男性の話を、述べている。ドイツでの、狼人間の公主形先天的に狼への、 変身能力を持つ人間の種族としての狼男の場合もあるが、大抵は呪いや魔術などによって、後天的に狼男となる場合が多いとされる。その場合、狼月とも呼ばれる。農作物や食料の保存方法が悪かった時代、来麦パンに繁殖した、バッカク菌を摂取してしまい、その結果人格が表変したり、凶暴な行動をとってしまった人や、 同じような症状が発症後に起こる狂犬病に罹患した人が狼男扱いされてしまったという説もある。現在は動物に変身するという妄想、または自分が動物であるという妄想の起こる精神医学上の症候群を狼か妄想症という、ジョルジュ・サンドによるリトグラフ文学的には中世ヨーロッパの宮廷文学において題材にしばしば取り上げられた。 フランス最古の女流作家と言われているマリード・フランスの作品にライジュビスクリベレイと呼ばれる作品があり、呪いを受けて半分を森の中で狼の姿で生きなければならない騎士が夫を狼の姿のままにして不義を行おうとする妻の関係を逃れて人間の姿を取り戻すという話である。19世紀にイギリスのフレデリック・マリアットが書いた作品集ファントムシップにも ハルツさんの白狼、人狼という物語が再録されており、これが近代狼男文学の祖とされている。無声映画時代にも狼男を扱った映画は存在していたが人間が消えると変わって本物の狼が画面に出現するなど質の高いものとは言えなかった。1935年に世界初の狼男を主題とした本格的な映画。 ロンドンの人道が公開されて特殊メイクによる犯人犯狼の狼男が登場し、続いて1941年に公開された狼男の殺人、狼男はさらに成功な特殊メイクによる狼男の登場に加えてロンドンの人道で導入された狼男に噛まれたものは狼男になる、銀でできたもので殺せるなどの設定が加えられた。 犯人犯狼の狼男や、満月の夜に変身という物語は以前にも存在したが、ロンドンの人狼、狼男の殺人以前においては数多くある、狼男の話では、少数に属し、銀で殺せるというのは、狼男の殺人のオリジナルとされている。この作品により、現代における狼男伝説の基本要素を完成させ、 狼男映画の決定版とまで評価された。このため、この両作品の設定が狼男の一般的な特徴であるという誤った認識の下で多くの作品が創作されることになった。このため、この両作品の公開を狼男の歴史に関する一つの活気として捉え、この作品以後に登場する狼男を狼男の殺人の現代より、 ウルフマンと称し、それ以前の伝説や民間伝承におけるワーウルフと区別する考えも存在する。フランスのドールで捕まった狼人間ジルガルニエは火ぶりとなったルーガールーは現代フランスでは人道全般を指す一般的な言葉である。しかし歴史的にはあるいは地域によっては様々な意味合いがある。ルップガロー以外の綴りの時に派生的な意味合いで あることが多いが、はっきりした区別ではない。ケージャンを及びその影響を受けたアメリカ南部のニューオーリンズでは、狼の頭と人間の体を持つ獣人とされることが多い。中米ハイチでは、ブール教など、アフリカ起源の伝承の影響で、狼に変身する、ある種の魔女を指すようになった。変身の際には、自らの皮を灰で畳んでおくという。 人間が狼に変身する通常の人道と違い、狼が人間による呪術、または狼自身の意志によって人間と化したものを指すこともある。姿はただ狼が二足歩行で歩いているだけのものからすっかり人間と化しているものまであり、まちまちである。みぞいに千十五ピアニッシモ、百七から百九クロード・キャサリン・ジル・ラゲイク・著高橋正夫役 狼と西洋文明 P106 ジャンドミニクラ10ヒグマの民族 ISBN978 から4から 832973916ABM 沿い2015ピアニッシモ110から113狼と西洋文明 P109P115 フランス革命以降シンフラン以前の貨幣谷53チームに相当 狼と、西洋文明 P109P115 ティルベリの、ゲルーアシュース著、池上俊一役、西洋中世期端修正皇帝の勘化、ISBN 978から4から061598843。ありがとうございます。